そう、吉田正尚さん、またもや注目されない。打率4割7分4厘、ホームラン2本、13打点、OPS1.414、7四死球、0三振。なんでや。めちゃめちゃ評価されてる定期。所属球団定期。オリックスだからね。オリックスを育てた。本当に三振しないんだな、やべえわ。うまくやればイチロー超えられるやろこいつ。打撃なら余裕やろ、イチローと違って選べるし、OPS9 くらい狙える。それでも日本人のメジャー移籍金最高額者だから。あのホームランで今大会の MVP まである。一番仕事してるんやけどな。吉信といいオリゼイかわいそう。さよならの方が印象に残るから。野球は最後に決めた人がヒーローですよ。もう打って当たり前だと思われてる。いつも打ってるせいだな。安定感すごすぎてもうなんかどうせ打つんやろってなってる感。日本が負けるときは吉田が三振したときやと思ったわ。評価も何ももし日本が優勝したら MVP やろ。